松本市で開かれた少年サッカー大会の試合中に竜巻が発生しました。テントも巻き上げられ、会場は一時騒然となりました。松本市で行われた中心地区の少年サッカーの決勝トーナメント。8チームが熱戦を繰り広げていました。ところが正午過ぎ、突然竜巻が発生して、試合が行われていた選手たちの方に向かってきました。竜巻はテントも 7,8 メートル上空まで巻き上げましたが、子どもたちは避難して怪我人はありませんでした。